今日の県内は冬型の気圧配置の影響で会津を中心に雪や雨となっています。会津の山沿いでは夕方から夜遅くにかけて10センチほど、中通りの北部や中部の平地でも今夜遅くに雪が降り、明日朝に数センチ積もる見込みです。今日の予想最高気温は会津若松で6度、福島で7度、郡山で8度と昨日より各地で10度前後低く、明日以降はさらに冷え込む予想です。寒いですね、本当にね。どうしたらいいのかしら、これ毎日で。気象台は先ほど会津北部に大雪、会津と中通りに風雪注意報を出しました。日本気象協会は雪による交通障害、路面や水道管の凍結などに注意するよう呼びかけています。